運か実力かでいうと、僕は実力の方の割合の方が大きいかなって。逆に取り返せるチャンスも存在しているので、いい意味でその失敗を恐れない、僕見てもブレないタイプの方だと思ってました。あ、見てブレない人は人間じゃないと思います。数が多くなるとそれがなんかマジョリティな気がして、全員が自分のこと嫌いな気がしちゃって。もちろんいい時はやっぱ見たいんですよ、やっぱり僕も人間なんで、ネガティブの割合が何十パー超えたら SNS 見ないみたいなルールがね、見てくれてありがとうっていう気持ちとともに見とけよっていう反骨心がもうめちゃくちゃ湧いてきます。その批判されるじゃないですか、そういう人たちをひっくり返そうとかっていう反骨心って生まれたりしないんですか？ああ、でもずっとその反骨心は持ってますね。けどなんかこびたくないので、まあ関心を持っていない人よりはやっぱ自分たちに興味を持ってくれてる人だから、ひっくり返すためにどういう作戦考えようっていうのは常に考えてますね、だからこの対談とかもめちゃめちゃ面白くて、あの僕のこと嫌いな界隈が何個かあるんですけど、こうサッカー大好きな界隈大嫌いなんですよ、僕のこと。あ、そうなんすか。大嫌いです。なんでなんすか。わかんないです。だいたいこうツイッターで僕のアンチ見ると、なんかこうチェルシー大好きこういうなんかこうサッカー選手のなんかこういうアイコンで、あ、なんかこうなんていうんですか、サッカーアカウントですね。あ、もうサッカー好きな人。サッカー好きで自分が好きなチームが負けたらボロクソ言って、勝ったら喜んで選手批判してっていう、基本的にそのアイデンティティを隠したまま匿名でやってるアカウントのサッカー好きな人たちは僕のことがすこぶる嫌いなんで、この対談を見て何を言ってくれるのか楽しみですねスポーツ界から嫌われてるっていうのはなんか結構びっくりですね。いや、サッカーす、特にサッカーサッカー好きですか。サッカー好きなんですけどね、サッカー好きで応援してる人たちから嫌われるっていう謎の特性ありますよね。でも厳しいですよね、やっぱスポーツ好きな人って。結構野球もそうですけど、まあそう、負けた時に言うみたいな、その文化じゃないですか、やっぱ言えるチャンスが多いですね、普通の人より。僕は運動神経があんまりいい方ではないので、なんかこうスポーツ選手になりたいなっていうことを考えたことすらなかったんですけど、まあ、自分と周りを見てその才能と努力のこの割合というか、あ、この人はもう全然身体能力的にも低いけど努力だけでここまで来たなっていう人がいるのか、それとももうやっぱり才能の世界なのかなと思うのか、そのやっぱ見てる若い子たち、サッカー選手になりたいっていう人たちは聞きたいんじゃないかなっていう、まあ、努力が全てではあると思ってるんですよ。でその努力が才能に変わる瞬間も絶対人生においてあると思ってて、だから僕より上手い選手とか強い選手とか速い選手とかやっぱたくさんいたんですけど、まあ、今もたくさんいるんですけど、僕の中では僕は努力量では負けないっていう自信もあるし、それでここまで来てるんで、変えられないその体格とか、そういうものはやっぱ絶対に存在してはしまうので、そうなった時に幸いにもサッカーがチームスポーツなので、どこで勝負するかっていうのが自分で決めれる。僕はサッカーに関しては才能は間違いなくあって損はないと思うんですけど、でも努力で戦うステージも選べるし、自分の力も変えられるのかなとは思いますね。けどもその努力の量は尋常じゃないぞっていうことですもんね。そうですね、まあ、いろんな経験をして努力しなきゃって感じる瞬間があってここまで来たんですけど、まあ、その量、まあ、努力することはかっこいいことだとは僕は思ってないので、やっぱ努力しなくてもできる人が一番すごいし、それが、まあ、才能でもあると思うので、
だとはいえ努力すれば変えられる現実も世の中にはあるんだなっていうのも感じるので、うん、自分が何かをすることによって人生を変えれるんだっていうのに自信を持ってやれるかが、まあ、僕もそうですし、うん、まあ、生きる上では一番必要なんじゃないかなっていうのは思ってますね、うん、それこそだってその YouTuber 始めた時に日本一になるっていうのを最初にこう自分の中で打ち出したわけですから、うん、昔も今も信じてるからここまで来れてると僕は勝手に思ってます、うん、はいはい、成功者っていうと僕はなんか嫌なんですけど、うんうん、結果っていうのはその結果すべてじゃないと思って、うん、ただその僕がなんかすごい人生生きる上で憧れる人はなんかそういう人が多いのかなと思います、ね、なるほど。まあ、基本的に下がるのが環境が変わる瞬間に下がることが多いですね。あのレベルが勝手に上がる、うん、のが一番の要因なんですけど、まあ、それが基本的に僕の人生の中ではノーマルだし、それを欲している自分もいるというか、なるほどなるほど、それが勝手に自分の成長につながると思っているので、はいはいはい、その結果、まあ、下がったり上がったりっていうなるほどのが僕の満足度っていうとあれなんですけど、満足度で言ったらマックスなんですけど、常に現状と理想の距離でいうと、まあこんな感じかなと思ってます。なるほどなるほど。ここはもうだプロになり始めだったんで、うん、試合にも出れなくて、うん、まあその自分の力のなさを痛感したというか。なるほど。とはいえこういう状況すごく好きなんですよ。はいはい。なるほど。だからそれを欲してる自分もいながらも、うんうん、ただそこから上がっていくだろうなって思う自分も見えながらやっててる、うんうん、今思えば一番苦しかった時期だなと思ってますね。逆に5歳は5歳はもうサッカー始めて楽しすぎて、なるほど、そのなんだろうな、楽しさの頂点かもしれないですね。このもう本当5、6、7とか、うんうん、逆にも途中からはもうその本当に欲が出てきてるんで、もう、あ、なるほど、上手くなりたいとか一番になりたいっていう、はい、そこからやっぱりいろいろ考えることとか戦うものが増えてくるじゃないですか、うんうん、まあ、それで結構こうなんだろうな、純粋にサッカーを楽しみたいけど心の底から楽しめなくなり始めてる瞬間ではあるのかなと思います。なるほど。でもここはまた100点に戻るのは 23? そうですね、21、23、環境が変わる前ですね。うん、変わる前に上がって、でまた環境変わって下がって、うん、っていうのが右肩上がりに上がっていくっていう感じが僕の人生的な感じですね。なるほど。今すごい恥ずかしめにあってる気分ですか。僕基本的に満足度高いんですよね、人生の。予想通りです。ずっと100点にされるだろうなっていう。なるほど。常にやりたいことをやってきてる人生なんで、どの時期振り返ってもなんか無駄な時間があんまないんですよね。全部今につながってきてるって考えるタイプなんで、だから満足度高いです。いや僕もそう思ったんですよ。だ僕も最初今が全てってなったら100だろうって思ったんですけど、それは違うって言って俺変えたんですよね。なるほど。それって要は結果が関係なく自分がやるべきことをやってるから全部100ってことですよね。そうですね。結果にあんま左右されず、20歳の時にちょっとその自分の現状に満足できなくはなったかもしれないですね。 YouTube 始める前、まあ、今考えるとそれは全然ベストだったんですけど、僕上智大学に通ってて、留学プログラムとかがたくさんあるんですけど、僕当時外交官になりたかったんで、外交官に会って話したり
できるっていうワシントン DC の留学プログラムに参加したんですよ。でその時に実際会って自分の夢の職業の人と会うわけじゃないですか。で会って話聞いてみて、あれこれ違うなってなっちゃったんですよね。この夢見てた職業がなんか俺に合わないなっていうのを思いまして、それが19の時で、結果を出すために確実に必要な年数が決まっちゃってるものが僕はすごい嫌いなんですよ。何年経たないと昇進できないとか、何年はアシスタントやってもらいますとか、もちろん大事なことだからそういう年月で決まってることってあると思うんですけど、僕は自分の実力とか費やした時間とかそういうので自分の頑張り方次第で得れる結果が変わってくるものじゃないと頑張れないっていうことに気づいて、でその時に、あ、3年は確実にかかるってことは待たないといけないなと思って、自分の実力で何か成果を出せる職業がいいんだろうなって気づいて、まあドンピシャだったのが YouTube っていうだけで、失敗されてるっすよね。それ絶対その僕らが見えてないところでたくさんされてるじゃないですか。失敗っていう考えじゃないってことですよね。もう失敗っていう考えじゃないってことです。成功する鍵を拾ったみたいなスタンスってことですよね。本当にそのスタンスなんで、こうなんていうんですか、崖みたいなところにいて下海だとして、こう飛び込んでみないと下に何がいるかもどんぐらい深いかも分かんないじゃないですか。飛び込みたくなっちゃう好奇心もありますし、結局その挑戦して嫌な経験をしたっていうのはないんですよ、うん、うわやんなきゃよかったみたいな経験がなくて、全部あ結局やってよかったなっていうところに落ち着いてるんで、だからその挑戦の成功体験がもうどんな挑戦でもさせてくれるっていうのはありますね。サッカーもあれですか、年功序列とかはない感じですか。結構あり なくなってきたっていうのを若い選手が言うのがあれなんで、うんうん、ないとは言えないですけど、ある程度あるんですけど、でもやっぱり 実力社会なんで、うんうんうん、まあ、出てる人が結果を出してる人がやっぱ正解というか、まあそれが重宝される世界なんで、うん、僕らは、まあ、ある意味分かりやすいっちゃ分かりやすいというか、うんうんうん、何か特殊な過程を踏んだからって言って、うん、結果につながらなければ意味ないし、うんうん、そういう意味では、まあ、分かりやすさが苦しみに変わる瞬間はありますね。いやでもそんなに変化することも嫌いじゃないっていうわけじゃないですか、うん、そんなに変えれるってことは、うん、変化しなきゃいけない時代に対応しなきゃいけないし、変化しなきゃいけないと思うんですけど、その変化する方向性を正解に導けるのが、まあ、それこそさっきその正解だと思ってやる、うん、それ正解に導けるのがすごいなって、そのスピード感で、しかもそれを2年3年で正解するわけじゃなくて、もう1年とかもう短い間で正解にしていくわけじゃないですか、まあ、それには莫大な努力が多分費やされてると思うんですけど、でもどうなんですかね、めちゃめちゃ嗅覚がいいんですかね僕の。5年後ですよね、5年後日本一ですね、うん、まあ、明確に見据えてますね、まあ、5年もいらないんじゃないかなっていう感じですけど、まあ、YouTube クリエイターとしてはもちろんですけど、やっぱ、ね、このエンターテインメントの業界にはやっぱいろんなグループ系がいる中で、やっぱグループで日本一と言ったらコムドットだよねって言わせたいですね。次の挑戦、次の挑戦で挑んでいかないと退屈させたくないんですよ自分を。そうですね、まあ、僕は、まあ、チャンピオンズリーグっていうリーグがあるんですけど、まあ、それに毎年出るっていうのが、まあ、自分の最終目標であるので、まあ、そこがまあ、サッカー選手やる上では自分の最高到達点なので、まあ、それを5年後に
やれてたら、まあ、やるつもりで生きてるので、うん、そのために毎日やんなきゃいけないなっていう感覚ではありますね。ただまあ、うん、距離感的に言うと果てしなく遠いんですけど、うん、でも果てしなく遠いものをここまで来た部分、ここまで小さい頃からやってきてここまで来たんで、その可能性を信じれればいけるなっていう感覚ではありますね。自分がこうなるっていうのは想像ついてたんですか？想像ついてなかったですね。サッカー選手にはなれる？サッカー選手になりたいって思ってたんですけど、サッカー選手がお金を稼げるっていうのが、うん、ちっちゃい頃ってやっぱ分かんなかったんで、うん、だからいざなってあサッカー選手として生きていけるんだっていうのを知った感じですね。まだ19、20とかあったんで、バイトもしたことなかったんで、うん、そっからなりたいなっていうふうに描いてたものの出れない時期もあったんで、うん、ただその先ほど言われてたその超えてやるだろうっていうのは僕もあって、うん、あこの人先輩とかに対してすごいんだけどこの人を超えられなかったら俺絶対無理だよなっていうのも分かってたんで、うん、絶対超えてやるっていうのはずっと思ってたし、超えれるだろうっていうのはあって、その分の日々を過ごしてた部分もあるので、うんうん、それは今も変わらないので、あとは結果が出るまで待つって感じですね、うん、感覚的には。なるほど。そっか。僕今いいですか。なんでサッカー界に切られてんだろうってずっと考えたんですよ。あ、分かったっすわ。分かりました。多分体育会系じゃないですかサッカーって、はいはいはい、でだからユーチューバーのことまず知らないんですよ、うんうんうん、そもそもそういう見るっていうものが多分遠い人種だと思うんですよ、うんうんうん、僕もそうだし、あんまりそのユーチューバーっていうユーチューブを見てるイメージがあんまないので、うんうん、そういう意味では多分まず知らないから、うん、なんだユーチューバーでうんうん、っていう概念は絶対あるなと思います。体育会系だからこそ、うんうん、それもっとその苦労が分かんない、見えないじゃないですか、うんうん、楽してっていう多分概念があるんで、多分もっとなんかこう汗水流して頑張れよ、うんうん、そういう仕事の方が評価されるだろうっていう考えはあるんじゃないかなと思います、ね、ああそれあるかもしれないですね、まさしく。知らないって怖いなっていうのは、うん、知ることで学ぶこともあるなと思ったんで、ね、僕もそれこそ本読んでたんで、うん、それ読まなかったらもしかしたらそもそも YouTube は見てたんですよ、うん、だそのサッカーの動画とかだったんで、はいはい、その YouTuber の YouTube を見たことあんまなかったので、うん、なるほどなるほど、そこから、まあ、見るようにもなったし、はいはい、その YouTuber に対して の、まあ、その尊敬っていうとおこがましいんですけど、うん、あすげえ忙しいんだなっていう考え方が変わったので、うんうん、もう僕も体育会系側の人間だったんで、うん、YouTuber？ ってスタンスだったんですよ、はいはいはい、でもそれを知ってからああすごいな、いや全然想像してたのと違うなっていう感覚は生まれたんで、それは結構大きな違いかもしれないですね、うん。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。